待たせたな。すいません。はい、皆さんおはようございます。さあ今回はですね、穴釣りリベンジでございます。で今回使うのは、ロッドはね前回と同じ、ミニバーサル88穴釣り用のプロトラストのロッドです。でこちらですね、ルアーが、ロックマークスで、フックがですねオフセットのネコリグ、ネコリグでオフセットフックになってるやつですね。で、ビフテキです、ビーンズつけまして、ビフリーテキサス、ビフテキですね。でこれで穴釣りです。多分これは一番いいんじゃないかな。これを試します。はい、もうできれば3匹ぐらいはついたいですね、20センチオーバー。はい、それでは行ってまいります。ジャリッと移動してきました。さあここはですね、以前に僕が自家製のね自作のパイプで待ち上げたんです。こういったところでも多分おるんじゃないかと思うんですが、ピンクの方がいいかな、やっぱりカラーね。ピンクにしちゃう、ピンクにしようか。定番のねピンクに戻します。結局9時、もう朝早いにかかって釣れるもんでもないですね、この時期は。まああのうちのね釣り仲間、一緒に釣り行くことはないんですけども、川は釣りの話をする人たちがいるんですけど、一人は S 君と言いまして、彼はねとにかく釣りますね。持っとるんでしょうね、行ったら釣って帰ってきますね。そのアオリイカも釣るしね、まあ、ハマチサゴシダチウオバチバチ釣りますね、あいつ。キャッチコピーはですね、俺のキャストが慈愛の合図、彼のキャッチコピーはこれですね。でもう一人はね T 君っていう子が多いんですけど、カレーは釣れない、何をしても釣れない、10月のハイシーズンに行っても釣れないね。で彼のキャッチコピーはですね、キャッチ&リリース、達人はキャッチすら拒むというね。キャッチせんのやったら釣るなよって話なんですけどね、釣りするなとね。まあまあね、それも楽しんでしょう。この辺りはいないのか。おっとっと、これでかい。Wait. これちょっと待って。はい、竹の子メバルですかね、これ。検寸してみますか。出てこい。あ、錆びた。短筋やな、やっぱり。24です。いうことですね。
さよなら。どうが違う。あんなに履いてた。よかった。よかったよかった。よかったよかった。島倉千代子。僕もね、チェックしないと。ああ、ちょっと、やっぱり。大丈夫か。ちょっと変えよう。はい。ということでですね、釣れたのはピンク。ピンク良かったですね。結局、途中変えましたけど、ピンクで釣れました。続けてやっていきたいと思います。でかかったですね。結構でかかった。しかもこんな足元ですよ、多分。こうやっぱりね、あのね、このロッドがすごくいいです。前までね、一番最初にこの釣り始めた時はネバリングロッドでやったんですけども、やっぱりね、ティップが繊細になってますんで、上げるんですね、かかった瞬間に。で、穴に入り込まれることが多かったんですけど、このルート強いんで、全然グッと抜き上げられますね。負けることないです。やっぱりね、狙うは尺ですよね。尺30センチ、これちゃいますか。ロックマックス強いですね、ロックマックスにビフ的。多分これがいいんじゃないですか。一番ネコリグでもいいんですけどね。ネコリグだとね、シンカーセットしてるのがめんどくさいんで、すごい楽ちんです、ビフ的に。このシンカーのね、ストッパー、今つけてますけど、なくてもいいかなと思いますね。落とすだけなんで。だから、なんていうんですか、直リグあれでもいいんですけど、やっぱりね、このワンドが長さがないんで、普通のオフセットだと大きすぎるんですよね。であんまりオフセットがちっちゃいと張りがかりが悪くなっちゃうんで、このオフセットのネコリグ、これがね、今のこのちっちゃいワームに、ロックマックスのちっちゃいワームにはすごく使いやすいし、ワームをね、大きくしても全然多分打ってくるとは思うんですけども、穴に入れづらいちっちゃい穴とかね、そうでもないか、そこはそうでもないですね。でもいいです、このオフセットのね、これさっきのちょっとフッキングは甘かったですけど、潮が高い時の方がいいみたいですね。はい、ということですね、今回は北水道穴釣りでございました。釣果は24センチ1匹。ちょっと寂しいですね。これが3月ぐらいになってくるとね、もっと釣果が上がってくると思うんですけども、今日はこの辺で、めちゃくちゃ暑いです今。やっぱり朝寒いと思って着込んできてると、どうしても日が上がると。ということで、今回は終了です。それではまたの機会よろしくお願いします。はい。